じゃあね、行きたいと思います。今ちょっとね、録画してたんですけどね。まあいいや。はい、じゃあ行きましょう。なんか配線邪魔なの。マイクの配線がないのかな。はい、マイクつけてなかった。風がちょっと強くなってね、今2メーターぐらいかな、3メーターないとは思うんですけど、まあ時折ちょっと3メーターはないよね。はい、よいしょ。でね、やっぱしね、ホバリングする場所決めるとね、案外マット引かなかったら、まあ止まっても目印があるとね、止めるのがちょっと難しくなったり、します。やっぱし意識するとね、そんだけね難しくなるんでね。あ、やべ、ふぅにゃ、よいしょ。携帯が録画、はい、いきます。今ちょうどね、ワンコ散歩がね、今来たんでね、散歩するにはちょっと早いんですけど、お、なんだ、おかしいぞ。ですね、送信機、今何時かなって見たんですけどね、タイマーが、タイマーじゃない、時計がね、0時になって、これもう2000年の1月1日になってんな。多分この前の影響かな、なんだろう。今、携帯がぶつかったのは関係ないよな。ヘルロン、エレベーター、聞きますね。はい。うん、やっぱし、ちょっと送信機、今気づいたんだけどね。それともずっと、いや、あの時に、リセットされてるのであれば、もうすでに時計は進んでるっていうか、日付も進んでると思うんだけど、どうなんだろう。設定しないと進まないのかな。はい、とりあえず飛ばそう。一応ね、小型機だけにしときますんでね。まあ、何かあっても、まあ、小型なんで、多分自分に当たらなければね、その辺のね、草とかにね、ぶつかるだけで済むと思うんですけどね。まあ、上には、今までの経験上、濃厚になっても上に飛ばないんで、はい、あ、モーターカート入った。じゃあね、今度の練習どうしましょうかね。まあ、大方、もう飛ばす、ホバリングとか、まあ、遊覧飛行、大方飛ばせる人はね、もう遊覧飛行までできる、あ、そうか、旋回ができない人もいたよね。旋回はね、まあ今こう簡単にしてるっちゃしてるんですけどね、これもね、まあ練習っちゃ練習ですよね。まあコツ、コツね。まあとりあえず側面ホバーができないと、難しいかな。どうだろう。関係ないか。鉄ホバーからでも旋回はできるもんね。まあ前進して、ラダー打ってエルロン打てばこう回りますよね。あとは指固定すればそのままの形で戻りますし、あとはね、あの曲がるときはエレベーターもね、アップ引かないとね、曲がらない。要は横に、ね、寝転がったループみたいな形になるんでね。まあ、それにちょっとエルロンだけちょっと傾きを入れつけてるだけなんですけどね。順番、まあエレベーターでまず基礎出しますよね。戻します。まずはエレベーターで前進、基礎がつくっていうのはできますよね。できるよね。じゃあラダー、前進ラダーだと変になるよね。じゃあラダー先じゃないよね。じゃあエルロン、変な飛び方になるよね。まあラダー打てないからね。じゃあエレベーター、あ、じゃあね、ラダーとエルロン同時に、
前進エルロンとエレベーターを同時に、あ、エレベーターじゃない、ラダーだった。エレベーターを特に打ってたね。はい、じゃあエルロンとラダーを同時に打ちましょう。前進させてラダーとエルロン。そしてあーさなー、エレベーターだな。あのエレベーターがね、最初まあ規則つけるとき、あの前進のためあのダウンをしますよね。でもあの旋回しだすとね、引っ張らないとね、あのおかしくなるんで、エレベーターラダーとエルロン同時とで若干どうだろうな、ラダーも同時に打つか。今これ何個目のタイマーだろう、2個目のタイマーかな。で一回ちょっとタイマーリセットしよう。2個目のタイマーですね。はい、1回リセットします。ほんじゃエルロン、ラダー、エレベーターの切り替えですね。まずエレベーター前進なんでダウンですよね。これから一気にラダーとエレベーターとエルロン同時に打つとこんな感じになるかな。うん、これゆっくりゆっくりしてみよう。ゆっくり徐行、徐行、徐行からのグッド、こうなるな。うん、同時に同じ分量をね打つとね、今みたいになりますんでね。エルロンはそうだな、まあ周回飛行はできますかね。まあ前進のラダー、あ、ラダーだけじゃ回らないね。じゃあこうしよう、少しずつスピードを上げていこう。多分ね、前進周回飛行はできると思うんで、こう円ですね、この円、この時にねエルロンちょっと入れたりね、まあエレベーターでこうスピード調整とかしてると思います。これをね少しずつスピードアップしていこう。少しずつスピードアップしていくとね、そんな感じになると思うんで、うん、多分これならいけると思います。少しずつスピード上げていく。である程度回ったらもう指固定しましょう。指固定、うん、固定のタイミングが悪かったな。固定、うん、円がちっちゃくなるね、どんどん、うん、うまいこといくとね、綺麗な円をねずっとね描くんですけどね。はい、そうそう、電池やばいかな。今2個目だったんでね、はい、どうしましょう。はい、ということでね、まあ今、まあやりながらどれがいいかなと、まあ考えてたんですけど、どうもね、周回飛行ですね、ゆっくりの周回飛行から少しずつねスピードを上げていっていくと、まあいい感じの、旋回飛行に、ね、なっていくと思います。あ、頭の分これ縦向き取っちゃうんだ。でね、まあ前回のね周回飛行するとね、まあ今度遠心力の方が強くなるんでね、ピッチの方もね入れていかないと大きくね膨らんでいくんでね、その辺も、気をつけていって、ただねスピード、周回飛行のスピードがねないのにねエルロン傾けるとね、なんていうかな、高度下がっていくんでね、まあそれは高度を見ながらエルロン調整ですね。下がるようであればエルロンの傾きをちょっと戻してあげる。で上に上がりそうならエルロンまたちょっと傾けさせると、まあその高度維持、できると思います。はい、以上です。